有尾型潜水艦、有尾型潜水艦、有尾型潜水艦は、海上自衛隊が運用していた、通常動力型潜水艦の艦級。渦潮型 42SS の発展型であり、累積型潜水艦の第二世代にあたる。第四次防衛力整備計画及び53.56、中業により、昭和50年度から昭和60年度計画にかけて十隻が、 建造された。海上自衛隊では、第三次防衛力整備計画で建造に着手した、渦潮型 42SS において、累積型線形、一軸推進方式の、いわゆる SSS、シングルスクリューサブマリン型潜水艦の整備に着手し、同系では、線形、推進方式の刷新とともに、統合ソナーの採用及び順次の更新など、 装備面でも多くの改良が図られていた。しかし、従来潜水艦を大きく上回る1850トン級という大きさにもかかわらず、これ以上の装備更新は困難であり、また静粛化の面でも不十分な点が指摘されるようになっていた。このことから、渦潮型の基本コンセプトを踏襲しつつ、より大型化させるなど発展させて開発されたのが、本型である。 計画が本格的に着手されたのは昭和48年度、初め頃であり、ネームシップは昭和50年度計画によって建造されることになった。本型は1850トン級の渦潮型 42SS をもとに胴体を4メートル延長して、武器、操縦システムの増強、先行深度の増大、スクリューの改善及び防振。 防音措置の強化による静粛正常を図ったものである。当初は2400トン超級への大型化が懸念されていたが、新開発の NS80 超質高超力鋼の採用によって2200トン級で収めることに成功した。基本的な設計思想は 42SS と同様であり、線形は SSS 型、累適型線形、一軸推進方式。 構造様式は複角式で、耐圧核はシェーカー型、甲板は3層構成である。ただし、耐圧核素材としては、上記の通り、新開発の NS80 超質高張力鉱、高幅体力 80KGF、ミリメートルが導入された。S122 計画艦、1、2番艦では 42SS で用いられていた、NS63 超質高張力鉱とのようで、 あったが、S123 計画艦、3番艦以降では、耐圧核全体に NS80 が用いられるようになり、先行振度がさらに増大した。また、船体の延長に伴い、セール後方に平行部分ができた。なお、発チ構成については、渦潮型の後期建造型では、魚雷搭載口と中部昇降口を兼用化して、開口部を減らすことで、 先行振動の増大を図っていたが、導線の面で非合理的な部分が多く、本型では再び分離された。機関構成と出力は渦潮型最終型 S119A 計画四 47SS と同様であるが、主蓄電池には容量増大及び放電効率の改善などの改良が加えられており、内部構造の改善によって二段式として、 充電時間の短縮と補給水の減少を図ったものと推測されている。合わせて、新開発の大容量電流遮断機なども搭載され、水中持続力が向上した。なお、水中放射雑音低減のため、推進機としては無小式のスキュー付きスクリュープロペラが初採用されたほか、手電動機の回転数減少、プレイリーマスカー遮音装置の装備、一番艦は後日、 装備などが行われた。なお、二番艦となる予定であった昭和51年度計画艦 51SS は燃料電池搭載のため300トンの大型化が検討されていたが、財政状況などを考慮して従来通りの2200トン級として大蔵要求されたもののこれも認可されず、二番艦の建造は昭和52年度計画に順延されることになった。 装備面での最大の特徴が潜水艦式管制装置 SCDS の導入である。これは渦潮型最終型で採用された魚雷発射式装置のディスプレイ機能を発展させたもので測定機器や公開計器からのデータを受信して目標の運動解析を行い、戦術情報の提供、攻撃兵器の発射と後方の支援。 優先誘導魚雷の完成などの機能を備えている。1から6番艦で搭載されたザイイクマナス -1 はデジタル化システムであり、複数目標への対処を実現した。また7から10番艦ではザイイクマナス -2 に更新され、システム化がさらに進展したほか、潜水艦用完成後方装置、シンズもン導入された。ソナーについては、当初は渦潮型最終型で採用された。 監視装備の Z99-3 統合ソナーと、セール中断前円装備の SQS-36J 単身技の組み合わせが踏襲されたが、6番艦は、マシオ 56SS 以降では、統合ソナーは完全デジタル式の Z99-4 に更新され、また、SQS-36J の装備位置も、センダーの下方に変更されたほか、セール後部に、 魚雷警報装置が装備されて、コブ状の突起ができている。さらに、昭和62年度計画で、4番艦、オキシオは、アメリカから、対外優勝軍事援助、FMS で購入した案、BQR-15 コーソナー、ストスを搭載し、これに伴って、セール脇から艦備に向けて、サヤが設置された。この改正は、他の艦にも蓄次実施された。 なお、潜望鏡配置としては、従来とは逆に、懲戒潜望鏡が前、攻撃潜望鏡が後ろとなっている。魚雷発射管の配置は、船体中部に片弦あたり3門ずつ、計6門を搭載するという渦潮型の方式を踏襲しているが、その形式は、負マイナス603に更新された。搭載魚雷としては、80式及び72式1型魚雷を運用する。 また5番艦、シオ以降の6隻は、ハープン対艦ミサイルの運用能力を持ち、水上排水量が2250トンに増大した2番艦は1986年に、4番艦は1988年に、それぞれ付与された。親潮型の配備開始を念頭に、1996年より、除籍と練習潜水艦への種別変更が行われ、 所要の改造を施した後、訓練任務、対潜水艦船演習の標的任務等に従事。2000年3月には練習潜水隊が新たに編成され、エイティス -8008、セトシオ、QSS-575 は TSS-3602 に再度種別変更された。2008年、 平成20年3月7日付で除籍した練習潜水艦、ユキシオをもって、有志岡田潜水艦全艦が退役完了した。1986年、昭和61年に襲役し、2004年、平成16年3月に用途廃止となった七番艦、秋シオは、2007年、平成19年から、海上自衛隊呉資料館に建築基準法上の 建物として展示されてる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。